青い空、白い雲、勇気を持って踏み出そう。なんで笑う？誰？なんで笑うねん。今日はね、休みなんですよ。はい、休み。天気もいいということで、うん、オイスターファームに来ました。イエーイ。実はこの前職場の人が、オイスターを買ってきてくれたんですよ。うん、そのオイスターがうますぎて、しかも時期じゃないのに、うん、なんでこんな美味しいのあんのって言ったら、やっぱ養殖場があるということで、まあ、大体1時間ぐらい走ったんかな今、うん、家から、うん。で、もうすぐそこなので、うん、今日はその美味しい牡蠣を食べるのと、はい、近くにね、うん、今ちょうどねいちごのシーズンなんですよ、うん、そうだからいちご狩りもしていきたいと思います。いや盛りだくさんよ。牡蠣を食べに行く牡蠣養殖所とストロベリー養殖所ちゃうわ、うん、ストロベリー農業農場農場ストロベリーファームでいいストロベリーファームに行くから、ご飯づくし、ご飯づくし、え、美味しいものづくし、美味しいものづくしということで、はい、美味しいものを食べましょう。美味しいものを食べる休日にしていきたいと思います。うん、やったー。だからね、こんなどこにっていうところにあるような。牡蠣の養殖場って言ったらやっぱみんなもう海とか、もう海のもうバーンってあるっていうのを多分想像してると思うけど、え、こんなところにあるんみたいな。え、しかも何ここトイレみたいな感じ。トイレは言い過ぎやろ。ビビるで30秒ぐらいやな、あといや、もう5秒やな。4、3、2、1、ほんまやトイレひどっ。これオイスターファームみたいな。オイスターファームって上にって言ったらオイスターファームとか言ったやろ。おひはオイスターファーム。はい、I just made a pre-order for 4 bucks of jumbo oysters。Only regulars. Okay. じゃあレギュラーでいいか。うん、いいよ。Thank you very much. Thank you. よし、牡蠣はゲットしました。ゲッチュー。ゲッチュー。ジャンボがなかったの。ショック。まあ時期じゃないのは知ってるから。そうやな、しょうがない。この前は多分ラッキーやったんと思う。雲が多いな、でもな。じゃあ、沖はオイスター。おお。テンション上がるわ。テンション上がりますわ。やばいな。うん。I can be sad with you. Just take my hand and fly up to the dream where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Kanpai! Kanpai! 最高。最高。じゃあ、いただいちゃいますか。食べましょう。これから食べていいの？いいよ。じゃあ、はい、一発目。おお。楽しみだ。いただきます。はい。スタ。はい。幸せてぐらうまいマジでうまい伝わった。なんで幸せだ、なんで幸せだ。食べて。プルプルやね。食べてください。はい、いただきたいと思います。おいしい。うんうん、濃厚。日本のと比べると濃厚じゃないんやけど、こっちで食べた中で一番濃厚。やっぱうまいよな、ここのオイスター。うまい、うまい、うまい。オイスターうまいわ。う
うまい。でも日本の牡蠣と比べたら、日本の牡蠣はもうまた別の食べ物。そうそうそう、別の食べ物ね。牛乳マジで日本人には欠かせないわさび。英語わさびをつけて、はい、醤油。おー、いうことない。スピーチです。お、でかい、これでけー。カメラがしたすぎてさ、この動きしかカメラ映らんかったんよ。もっとなんか本気ダンスしたかったんやけど。ほんま国境だ、みんな来て。ほんま来て。ほんまに来て。またなんか別世界やな。また別世界やな。なんかほんまに日常なんよこれが。そう。うん。ほんまただの休日で日常やから。生まれも育ちもニュージーランドの人はこれをスペシャルと思われへんのよな。だから俺らは海外から移住してきてて、うん、こうやって外国に住んでるからこそ、うん、この特別さが、特別さがあんねん な、 かな、うん、だからもう正味移住することって、まあ、まあビザ取ったら来れるもんやねんけど、でもそっからいろいろ手続きやったり、まあ、努力しないとダメな部分もあるやんか、うん、安定してくるのにもな、まあ時間はかかるけど、ほんまに価値ある、うんうん、ここが住む場所にしてほんま良かったなと思うし、で昨日一応弁護士さんとな話してたら、もう永住権はほぼ 100% 確定って言われたから、うん、毎回おいしい、毎回おいしいよな。なんかほんまに口の中に食べながら食べたいと思う。わかるわ、それポン酢で美味しさの。ビール飲めるわこれで。オイスターのエキス入りのポン酢これは飲んでます。はあ、ここでこれで犬がいたらもっと幸せやねって言ってたら、今ちょうど後ろから犬が散歩してきた。そう、気温も大型、ジワワとかほんま少ない。ジワワ、ジワワ言うやん。ジワワやろ日本語では。ジワワ、うん、ジワワとかシーズーとか見たことなかった。シーズやろ日本語では。シーズー言うたやろ今。シーズやろ。ミニチュアダックスフンドも少ないな。あ、少ないな。頭に見るけどもほんま少ないな。いや、ミニチュアダックスフンドやろって突っ込んでくれな。え、なんつった？ダックスフン。じゃあちょっとね、うん、オイスターをもう食べ終わったということで、はい、ね、次は、うん、イチゴ狩りに行きます。正味な、今日朝バナナしか食べてなかったんよ。バナナと牡蠣しか入ってないから、うん、今からいちごファーム行きます。行きまーす、バイバーイ。痛い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 。これどうやって遊ぶの？何年ぶりなんやろ。小学校ぐらい。行くで。うん。ほんまや。余裕？余裕。普通に落ちてたけど。普通に落ちてた。怪我すんで。すごい。怪我すんで。私の左手にキャメロン・ディアスのおじいちゃん、私の右手にジュリアン・ロバーツ。どんなどんなし、なあ、俺のプライバシーをくれ。
ビデオ撮ってる時はちょっと静かめで言ってんねん。ビデオ撮った後に俺はスローダンしてはしゃいでんねん。逆転。しゃあ、ようやく着きました。ストロベリーピッキング。イエーイ。ジュリアンズベリーファーム。スンキーね。うん。かわいい。何終わったのね。ちょっとノリノリやったね。ノリノリやったな。すごい。惜しい。おい。ちょっと嘘つくわ。一発目やでこれ。おお。一発目で入ったな。サッカー上手。どや顔腹立つやろ。え、かっこいいよ。しゃ、いっぱいやで、いちご。どうする見えてへんやじゃあまず味見してみますね。うん、ほんまに美味しいか。美味しそうなんとってや。全然美味しそうちゃうや、見てみこれ、色、こっち、いくで。うん、あ、ぬるよ一番いらん感想。大量やで、大量。やばいな。あ、猫抜けた。やばいな。あ、猫抜けた。猫抜けた。それはあかん。ごめんなさい。直して。抜けたやつかわいそうやから取っとくな。うん。見て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 。こんな。前の顔より大きい。いやいやいや。や全然ちっちゃかったけど。見て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 。でけえ。典型的なイチゴの形しとる。めっちゃ綺麗。やば、なんでやねんより典型的な形しとる。大きさ伝わる？これめっちゃでかいから。わかるかな。あ、わかるわかる。今回今回、おお、ジューシー。めっちゃジューシー。垂れるのわかる？垂れる。もう水が滴りそうやねん。滴ってくれへんあ、でも音がジューシーさ、わかるね。わかる。うん、おいしそう。うますぎ。うわわわ、真っ赤か。真っ赤に燃えた太陽だから、いちごがいっぱい取れてしまうのよ。収穫できましたね。みんなも一個入れとこ。待て、ダイス待ちましょうか。はい、はい、取った。いっぱい取れたな。うん。Yep, thank you. Everything and anything else? あの、no. Thank you. 来ましたー。イエーイ。フレッシュストロベリーアイスクリーム。うまっ。うまい。最高。甘すぎず。うん、でも甘い。なんでだよな。さっぱりさっぱり甘さ。うん、でしかも食感もな、なんかシャリってするのちょっと。へえ。おいしそう。聞こえるかな。シャキシャキ感。いちごの。なんか見た目がなんか軽そうやな。うん。何も食えるさっぱりしてんな。やろ。でもいい感じの甘さもある。うん、日本人向け。あれ。好きかもな。この日本人ジュリアン。ジュリアン石とかやめてめっちゃうまいな。おいしい。重すぎへんな、うん、ほんまに。あー最高。じゃーん。ということでね、今日はね、まあ、朝から牡蠣を食べに行って、うん、でいちご狩り来て、こんだけいっぱいのいちご取って食べて、うん、大粒のいちご。でアイスも2つ食べて食べちゃったな。あ、まあ、こんな感じの休日でしたね今日は、うん、で俺はちょっとあのゴルフの予定があるから。うん、忙しい、まあ、この後家帰ってちょっとゴルフ行きますね。はい、ゆっくりするんじゃない今日は。うん、じゃあありがとうございました。ありがとう、またね。